じゃあ始めます。はい、それではですね、まあもうおなじみの一人ですけど、はい、本日4位になられたニエトノさんをお呼びしてインタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まあ、ニエトノさんあれですよね、実を言うともう昨日大会出てから強行軍で帰ってきての大会、結構きつかったんじゃないですか。いや、まあ体力面は割と大丈夫だったんですけど、精神的にきつかったです。まあ連戦きついですよね。いや、まあまあ連戦っていうか、もうずっと集中、昨日ショックが本当にありすぎていや、まあそんな中で、まあ、ちゃんとあの、まあ、本人からすればあれかもしれないですけど、ここまで来れるっていうのはやっぱすごいと思いますよ。あ、そうですか、ありがとうございます。まあ、そんなニエトノさんにちょっとお聞きしたいんですけど、はい、まあ、今日なんかいろんなキャラ使われてましたけど、いろいろ使いましたね。最近やっぱりまたいろんなキャラ対策も含めて触ってる感じなんですか。どういう、まあ、あの大会で今日例えばフォックスだったり、まあ、クラウドとか他にもいろんなキャラ、マリオとか自分初めて見たんですけど、はいはい、まあ私も、いや2回目ぐらいですかね。あ、まあ使った理由はちょっと心が折れたケアをいや、レインさんにだいぶ折られましたか。いや、昨日ちょっとレインさん戦でいろいろあって、もうそれでポッキリ折れてて、今日はレインさんと当たったらなんかもうできるだけディディを使いたくなくて、うん、ああ、まあでも悪い流れって絶対あるんで、はい、まあ、ちょっとそういうのもありますよね。まあそうですね、まあ、まあ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 、期間があったらディディ使ってたと思うんですけど、ちょっと昨日の今日なんで、ちょっとまだ心が治ってない、違うキャラでちょっともう負けてもいいから、ちょっとあのこれ以上嫌なイメージをジェネシスまでに持っていきたくないなと思って、違うキャラを割と出したっていうのはありますけど、まあ、ということは、まあ、やっぱりその流れを変えるために試したっていうだけであって、はいはい、基本的には今ディディ1本に絞って、まあ、まあディディ1本ですね。基本的にガチで勝ちにいくのはディディ1本しかないと思って、まあ、そんなニエトノさん、あのもちろん皆さんが注目している、まあ、来月のジェネシスにも出場されると思うんですけど、はい、ジェネシスももちろんディディを基本的に1本で、まあ、基本的にはディディ1本だと思います、うん、何かがないか、まあ、ワンチャンキャラとステージによっては別キャラ使う可能性が少しあるかなぐらいで、まあ、やっぱりディディを今は使っていくということで、はい、ディディをとりあえずは、まあ、次のアプデまではディディをやり込んでいきたいなと思ってますけど、じゃあそんなニエトノさんにちょっとお聞きしたいんですけど、はい、ディディって現在どう思います。あの、まあ、いろいろ変わってきましたけど、まあ、まだここ強いとか、いや、このキャラ一番きついとかっていうのあったら教えてほしいんですけど、ディディはだいぶマイルドになりましたけど、現在でも十分10強って言われる中には入ると思ってますし、まあ、強いやつは明らかにバナナとかクーマエとか下強ウエスマだったり、意外にこいつバース力があって、そうですね、まあ、結構普通のなんていうんですか、今作の壊し要素みたいなのは全然ないんですけど、かなり硬派ですよね、もう今結構硬派なキャラになったんですけど、まあ、ただそういうバースにあまり困らないので、うん、そういう壊し要素も少し受けにくいのはありますね。まあそうですね、そういうのでいいキャラだと思いますよ。だいぶかなりもうあのこのゲームの中で硬派に生き残ってるキャラですよね。まあ、硬派に強いって感じですね、うん、まあちょっと横スマとかまだ飛びますけどまあでもあれぐらいの、まあ、ほとんどのキャラが持ってるんじゃないですかね。まあそうですね、確かにじゃ逆にですね、ディディ、はい、一番なんか辛いキャラ、まあ、っていうのをいれば教えてほしいんですけど、個人的にはまあやっぱりシークが一番辛いと、まあ、あとはロゼッタと、まあ、不利があるとしたらロゼッタ、ホックス、ゼロサム、ソニックは、まあ、まだそこまでやり込んでないので、ちょっとゴブかビフリか、まあ、ゼロサムは若干ビューリあるかもしれないと思ってるんですけど、じゃその辺が怪しくて、怪しいなと。シークがきついと。シークはやっぱりちょっと不利ですね。うん、なるほど。ゴブはないかなとは思いますけど、じゃああと1ヶ月、まあ、その辺のキャラ絞ってジェネシスに向けて、はい、ちょっとぜひ頑張っていただきたいと。フォックスの対策、フォックスの対策はとりあえずフォックスの対策したいですね。フォックス絶対殺す前に、はい、ちょっと、まあ、負けたままではいられない。ピットとリュウは対策だいぶしたんですけど、ちょフォックスですね次は、はい、まあ、負けたままではいられないですよね。そうですね、はい、それではあの、はい、今後ニエトノさんのキャラ対策にも期待して、はい、インタビューを終えたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい。